ーションの在庫は、あれ？まさかとは思うけど、キリト君、私と離婚した。今2人が結婚したという値はシステムの不具合が起きた時に壊れてしまったのだと考えられます。ダメ、他の子に結婚の申し込みなんて絶対ダメ。え、これベアルック？キリト君まだ来ていないの？なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。無慈悲に壊れてしまった結婚のステータス、二人は絆を取り戻せるのか。ソードアートオンライン、インフィニティモーメント、発売まであと5日。